新人若手が多い中、経験豊富な選手の頑張りも目を引きました。その中勝ち上がった7名がバンクに登場。そして最後尾7番手は7番神奈川ホタテ沙織。積極果敢なレーススタイルで結果を出し始めているホタテであります。初日の3着が効いての決勝進出。さあ赤番周回の2コーナーからバックストレッチ、5番手1番岡本が前との車間を開けていますが、さあ最後尾から7番のホタテが仕掛けました。打掌が入って3コーナーから2センター、ホタテが行った、ホタテ行きました。これで2番手になった5番の高木、4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。ホタテ沙織の先行策、番手は5番の高木馬ですが、その差が2車身になっている。そして後ろから1番の岡本がまくってくる、2番の田中も仕掛けるか、最終バックでまくって5番の高木が先頭に変わりました。外から2番の田中、外から2番の田中、そして3番の小泉ついていく。4コーナーまた先頭はここで田中に変わったか、突っ込んでくる3番の小泉ですが、先頭ゴールは2番の田中舞。おめでとう。ありがとうございます。今回あれでしたね、前回の富山の追加から中2日、ちょっと前見日こう疲れが残ったようにね、聞いてましたけど、はいはい、どうでした？あ、まあ、もうあの積極的に動いていこうとは決めてたんで、うん、まあ、今日はちょっと予想外の展開あ並びだったので、うん、落ち着いていこうって道中考えてました。うん、初手はいい位置でしたよね。そうですね、うん、あ高木さんが前来てくれ、あ前取るとは思ってなかったので、うん、はい、ホームで1番の岡本選手が後方から仕掛けてきたの分かりました？いや、ホームではちょっと分からなかったんですけど、うん、1センターあたりで後ろ見たときに仕掛けてるの見えたので、うん、包まれないように仕掛けようと思ってました。あとバックから、はい、高木優馬選手が出ていったときに、はい、そこをすかさずで、はい、田中選手も言ってましたよね。そうですね、うん、自分は出しなくてかかりも遅いので、うん、はい、しっかり自分から早く踏んでいかないとなと思って踏みました。うん、今日の、ね、優勝のレースも良かったけど、うん、初日の番手まくりであったり、はい、私はもうね、昨日のね、一周の先行ってね、あのレースがね、すごい価値があるように思ったんだけど、はい、昨日のレースどうでした？いや、昨日こそ1着取りたいと思ってたんですけど、うん、うん、はい、悔しかったです。あ、はい、でもあそこ高木選手に行かせないで自分で合わせて先行しに行きましたもんね。そうですね、自分から仕掛けるとは決めてたので、うん、はい、ね、久しぶりの優勝良かったですね。そうですね、うん、練習仲間の先輩たちにいい報告ができるなと思って嬉しいです。うん、はい、この後も頑張ってください。はい、ありがとうございました。